疲れ様でした。今日の朝ごはんと弁当と昼食でございます。本来ならばこういったお弁当なんですが、3年生は卒業間近、もう学校がございませんので、こちら、ね、同じメニューで皿に盛ってお昼食べます。そしてこれがね、朝食、まあ3人ぐらいしか食べないんではなかろうかと。そして、これ嫁ちゃんのね、余ったもんぶち込みました。はい、というわけで、はい、こんな感じです。ちょっとね、今までとは違うんでコメント入りです。お疲れ様でした。またね。
お疲れ様です、おはよう、おはよう、おはようちゃん。さっきはこんな感じ。新学期2日目は茶色いよ。はい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 、ね、うん、肉肉肉肉肉肉肉18ね、こんな感じですよ、うん、唐揚げにチキチキボーン、うん、まあ色合いはねちょっとねどうでしょうね、ちょっと地味なんですけど、うん、まあ、すでに息切れ状態ということでございます。すでにあたるちゃん息切れ状態、ね、はい、はい、というわけで引き続き朝ごはんよろしくね。はい、お疲れ様です。さあ今日の朝ごはんは若干シンプルね、うん、こんな感じです。ボロニアソーセージとマカロニサラダと目玉焼き、そしてお弁当、おかずの部分だけ並べるとこんな感じ。うん、まあ今日普通やね、普通。うん、意外とねこういう茶色いやつって残ってこないんだよね。まあ、変に凝るとなんかドバッと残ってくるけど、基本茶色は残んないね、うん、基本茶色残んない、ね、グラタンのかぼちゃグラタンで無理くり黄色を出してますけど、はい、ね、まあ、ひじきは人気あるのかないのかわかんないな。はい、というわけで今日のお弁当と朝ごはんでございます。はい、2日目、あと58日という、頑張っていこう。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。また後ほど。
はい、お疲れ様です。さて今日のお弁当出ました。チャーシューガッツリ弁当、どうでしょう、どうでしょう。これガッツリだぜ。ね、これぐらいね、こうドカンと言ってみたかった。どうでしょう。はい、真上からいかがでしょう。こんな感じ、チャーシューを昨日から焼いたから意外と楽だったよ、チャーシュー弁当意外と楽。ちょっと癖になりそうだね、ね、ちょっと癖になりそうなチャーシュー弁当作る方も楽ですね。決まったね、今日もね、決まった、というわけで引き続き朝ごはんでございます。よろしく。お疲れ様です。さて今日の朝ごはん、シンプルベーコンにソーセージ1本、赤ウインナー1本でございます。なんかね、前ね、シャウエッセン2本入れたらね、2本は多いよみたいなことになったんで、なんか1本しましたなんか残るんだよね、1本ね、もったいないんで、これぐらいでいいのかなっていう、俺ちょっと頑張りすぎちゃったんかなって。さあお弁当でございます。さあ今日はね、チャーシュー弁当でございますけどもね、まあ来ましたこれ、どうさん、これはねカレーコロッケですね。中にカレーが入ってる冷凍食品です。はい、中にいろいろ手作りじゃねえじゃねえかよっていうので、もう全部手作りできるかボケって嫁ちゃんが言ってた、半分手作り半分冷凍食品ぐらいがちょうどいいんじゃないかな、あんまりね頑張りすぎてもね、まあ1本多いみたいなことになりますんで、はい、というわけで、はい、こんな感じです。はい、よいしょ、日本の工業もね信用しましょう、日本のこの冷凍食品技術、冷凍食品工場のね皆さんも頑張っていらっしゃる、それをねこの恩恵に預かって何が悪い、ってめちゃくちゃ言ってた。というわけでありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。